さて、今日はこの、許しに関して少しお話し,したいと思います。許したいけど、許してしまったら私の心が楽になるのを私は知っています。ところが、許せません。 先生の話を聞きますと神様を信じたいですが信じれません。こういうのと全部同じ話です。結局許したいけど許したくない。許したくもあり許したくないでもある。またしようとしたらうまくいかない。 信じたいけど信じれないどうしてでしょうか今ぐらいになったらこういうのを聞いたら答えがパッと出ないといけませんが全部話したことですそれが何であるかといいますと私たちの中にある二人の私の家ですはい 命的な私、本当の私、誠の私は許したいです。どうしてですかその誠の私は誰が形成、誰が形作った私だから誠の私は神様の心を持っています。内なる人は許したいですが、その外なる人は偽りの私は もう許したら悔しいのですあいつをどのように許すことができるだろうか皆さん聖書には正義という言葉があります正義義という言葉はどういう意味でしょうか正しいということです正義の正は正義の正義は 私だけ正しいのではなく、周囲の全ての人に同じようにその義であらなければならない。神様は自分だけ義であってはいけません。誰にも義でなければなりませんか私たちにも。許すことは正しいですか義ですか 正しいことですかそれは神様には許しすることが義ですところがこの世の中では皆さん考えてみてくださいその小学生の女の子を拉致して死体を切ってそれを許すことは この社会では義ですか義ではないですか義ではありませんああいう人はもう死刑しなければなりませんそれは義ですはい今多くの人たちが神様の正義もそういう正義であると思っていますわかりますか神の正義は何が正義ですかどれほど悪い敵であっても ル,カニールフクインシア6章の35節に「恵みを知らないもの悪いものにも慈しみ深いのが正義です。それが神様には正しいです。分かりますかだからこれは世の中の抗議と天の抗議は正義はこれほど違うのです。ところがこの世の正義を天の正義として考えますと皆さんの心の中に 混乱がきます私も混乱が来てそのようになりますとなぜ神様がその数百人を飢え死にするその独裁者を殺さないのかそのようになりますそうしますとその独裁者を生かしておく神様は正義でないのですはい神様は愛です 選択の自由を与えてくださりまた敵も愛される方です。ですからそういう独裁者を神様はより愛しされます。だから聖書には罪が多いところに恵みがもっと満ちあふれると言っています。それは私人間社会ではそれは不義です。 そうですね罪が多いものはもっと罰を与えなければならないのにどうして恵みを与えるのでしょうかだから天の思いと地の思いとは全く違うのです。皆さんの病気を癒し消えていた遺伝子をつけるその愛は天の愛であって地の愛ではないのです。神様は愛と呼びながら地のながら地 人として理解していても皆さんの遺伝子に何の影響も及ぼしません。だから、地においては地の義を従うしかありません。しかし私の心の中には神様の義を従わなければならないのです。だから、地が義である。私の敵がいますが、しし 憎むほど活性酸素が多く出て遺伝子は消えていきます。だから神様はその敵を愛しなさい、許しなさいと言われるのです。どうしてでしょうか神様は命ですから。また神様は私のその敵さえもどうしようとしていますか救わおうとしておられます。それを神の正義と言います。だから 神様は私たちが敵を罰するのではなく敵を許すの許すを私に義であると言いますだから義とは皆さん私の社会でこの地において使う義を天の義に比べたらいけないのです適用させたらいけないのです皆さんテロの 者たちが来てもうツインビルをもう壊してしまいました3000人が死にましたところがそのテロの人たちを許すのはこの地では義ではありませんはいだからそのテロの人たちを捕らえて殺すのがこの地では義ですしかし神の義は そのテロのものも愛するのが義です。本当にこれは難しいものです。ところがそういう義でなければ皆さんの病気が治るのです。はい、わかりますかそれは驚くべき義です。驚くべき愛です。はい。だから愛が義なのです。 刑罰が、罰が義ではなくて、愛がいなのです。だから、皆さん、私たちは神様の義を行うために敵を許さなければなりません。だから、主のお祈りの中には、我らが我らに罪を犯したものを 我らが許したように私たちの罪を許してくださいと言いますこの言葉を誤解しますとこの間心の貧しいものは幸いであるというのを条件付きで条件付きでこの地の思いで聖書を読みます地の思いで言うのは大化性がある 私が心が貧しくなってくなると神様が祝福を与えてくださると読まないようにしましょうということです。神様が祝福をくださったら私は心の貧しいものであるのを知るようになりその時神様はこのように心が貧しくても心が貧しいということは心が 豊かな人はどういう人ですかどういう方が心が豊かですか心が豊かであるということは私の心に何が豊かだということですか愛が豊かだということです。敵を愛しだから心の富むものはイエス様一人しかおられません。ところが私が教会の少し奉仕したからも。 お金出したからといって、私は愛が多いものだ。こういう人たちは自分が心が貧しいものであることを知らない人たちです。だから私たちは優しければ祝福を与える。こういう血の思いの故に心が貧しいものさえも欲張らない人といって、謙遜なもの。 でそういう人たちには神様が祝福を与えてくださる。こういう風に解釈するのでどん、何の感動もありません。これは血の思いと同じです。天の思いでなければ、これがパワーがあるのです。私の消えてしまった遺伝子をつけることのできる力があるのです。だからもし皆さんが主のお祈りを、私が私たちに罪を犯したものを許したように、 私の罪を許してくださりとなるとこれがどういうことでに聞こえますか大官性大官条件付きだと思います。私の罪を許してくださいますが私が私に罪を犯したものを許したからその代官でその条件によって私の罪を許してくださりとなると聖書は ああじゃあ私が私の敵,敵を許さない限り神様は私の罪を決して許してくださらないそうしたらどこに感動があるのでしょうかしかし人たちは聖書をそのように読んでいますすべてはあの世にもう代価条件をつけるのですそれはどういう意味でしょうか私私が私たちにつ 罪を犯したものを許したように私たちの罪を許してください。これを皆さんが理解しましたらこの言葉がどういう意味か分かりましたらこれが許しも可能になることができます。私たちが私たちに罪を犯したもの罪を犯したの を許す条件であなた方を許すというふうに教えていません、聖書は。しかし、私たちはこの地で生きていて、すべてが地の上では代化性です。条件があります。これは神様がないところなので、罪のようなので、全部代化がいります。愛だったら代化がいりません。そうですね。私たちが。 子供を愛するのに子供が私に親孝行する代価でこう愛するそれは愛でもありません神様の愛はそういう条件をかけない条件のない愛なのですさて私を決定的に傷つけた 敵を愛するこことははれ人間としては不可能なことです。実は皆さんが到底許すことのできない人を許しますとああ不可能がは可能なのであるということを知るようになります。 今、例えば回復の話をなさったチョンさん。現代医学では不可能な病気です。多発性骨髄骨髄にがん細胞ができていました。これ不可能なことです。病院ではもう治すことができません。皆さんのと同じ立場です。 しかし神様の力では治ることができるのを教えてくれるのです許しというのも同じですこの許しというものは私がせもう殺したくなる人殺したい人がいます殺しそうすればそれはそれは心のがんです 心の癌が,がだん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 大きくなりますと結局どうなりますか遺伝子は意思に反応するので体にも癌が,ができる可能性があるのです。みなさんだから許すということは誰のために許すのですか私のために許すのです。私たちは許しと言ったら 私に害を,及ぼ害をもたらしたものをその人にいいことをしてあげると思うのです。そういう許しは許してはありません。そういう許しは社会的許し、道徳的な許し、法律的な許しです。どういう許し 許しではありませんか霊的な許しではないのであります。そうですね。霊的な許しをし,しますと、どういう現象が起こるかご存知ですか道徳的に、はい、私お金もらわなくてもいい。私はあいつ、ロ屋ヤに入れない。そういうレベルの許しが社会的な道徳的、法律的な許しです。しかし、その許しをしたからといって、私の遺伝子がつくのではありません。 このもう悔しいのは同じですで誰々と言ったらもうぎしりがする私の憎しみがまだその人に対して残っていますとそれは私の遺伝子をスイッチオフした状態で許したのであって許しと同時に私の遺伝子がパッパッとつくついたらこれは本当に素晴らしい許しですね 皆さん、この間私がこの時間免疫性、病気に関して話しながらアンジェラの話をしました。その姑の頬を叩いた嫁の話をしました。自分は神様が自分を許したのを知らないでいたのです。自分のような悪い女は姑を中房に書か,かせ、また頬も叩いて、 もうこれ以上もう神様は許すはずはないというそういう信仰誤った信仰を持っていましたイスカエル予定のユダさえも愛するイスカエルとのユダさえも愛するそういうそういうイエス様を知らなかったのですだからそのアンジェラがそういうイエス様を聖書の見方と場を通して ああ、イスカリよテのユダさえもすべての罪を許す。その許しの酒を飲みなさいと言ったのか。といったとき、感動するのです。その敵さえも。そうするとき、その病気が治るのです。わかりますか その代わりにイスカリトのユダは私を裏切るやつだからあいつは地獄に送ろう。そういう愛では病気はなりません。何の感動もありません。それを抗議と言います。私を裏切ったものは罰を受けて当然だ。 それは私たちのシステムと同じだから、そうしたら、聖書の御言葉は何の意味もありません。罪が多いところに、恵みが多い、敵を愛しなさい。それはもう、口先だけでもう、ある時点に来たら、私が敵を全部殺さなければならない。それで、この世の中では、この世の中では、神様の愛が限りない。 愛であると口では言いながら実際に私が理解しているところは神様はある時点に言ったら言うことをみんな殺すのが抗議だと思ったら全く感動がありませんだからこれをどのように理解するのかこれがとても大事なのですどうしてこのような誤解が出るのか 神様もある時点にいたら、視点にいたら、時点にいたら、殺しなさいという敵を仇を撃ちなさいという、だからモーセの立法にですね。あなたの敵が歯一本抜いたら、あなたも歯一本抜いて、あなたの敵が 目を一つえぐり取ったらあなたもえぐり取りあなたの敵がやけどをさせたらあなたもやけどをさせこういう言葉がありますこういう立法があるのですわかりますかだからその立法のゆえにこのキリスト教の世が戦争をするのですだからツインビルを殺した 壊して3000人殺したのだからあなたも行って殺しなさいだからジョージ・ブッシュ大統領も神の意思に従って戦争をするのですブッシュが自分の口でそう言ったのですそれが抗議だから正義だからそれが義だと思っているのでさてまたによる 福音書五章の三十八節ここを見てくださいまた目は目で歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています聞いていますしかし聞いたけど ここにはどういう意味が含まれていますかあなた方はそのように聞いたでしょうしかしそれあなた方は誤解した。そうではない。そのように聞いたけど、しかし私はあなた方に言います。悪いものに手を向かってはいけません。歯一本抜いても敵対して喧嘩するのは。 右の方を打つならあなたも右の方を打つのではなく敵対しないでただ左方も叩きたかったら出しなさいこういう意味であったこの言葉が皆さん意思が通じますかもう通じますね私もこれをイエス様をしくう,う気が狂ったんじゃないか もう歯を抜いたらもう歯を抜いて目を取り出したら目を取り出したもうそうではないというのです右の方打たれたら右方左方を出しなさいそれをどうして同じ意味でしょうか違います同じ意味の言葉ではありませんだから私がまたイによる福音書5章が一番嫌でした他のところはちょっと こう,うまく解釈できそうですがこれはもう話にならないのです歯抜いたら歯抜きなさいと言ったけども違うというのですこの言葉がこの言葉がまたイ語の38の目は目で歯は歯でこの言葉はその次の右の方を打つ者には左方を向けなさい 会員するなということは、女を見て、淫欲を持つな、もうそれはお互いに通じているようです。しかし、これはそのようなに理解しようと思ったら、理解できますか、できませんか、できないのではないでしょうか、盗むなという心は、そうですね。 これがどうして同じ言葉なのでしょうか私がとても悩んで祈りたくさんしました。これ教えてください。実はそうです。ジョージ・ブッシュもツインビル二頭を倒したら、聖書通りにすれば、 イラクにいてビル,その殺しビルを壊して3000人だけ殺してくればいいのです。しかし、そして韓国の火薬、キム・スンヨン会長、テレビに出ました息子が酒場で少しやって、ちょっとこう叩かれて、目が、あざができました。 そしたらそのあざのをつけてみるともうこうあざをつくってそれ終わらなければなりませんしかし人間は悪いものなので私が周知を受けたら10周知を受けたらもう1001000ぐらい周知しないともう心が休まないこういう言葉はどういう意味かと言いますと実は敵を 愛しなさいということですが人間があまりにも悪いのでもうアダを打たないではもうどうしても耐えられないのでどうしてもやろうとしたらやられたぐらいやりなさいだからもともとの意味はアダを打たないで悪いものを 許して敵対するなという意味が入っているのです。拍手。はい。そうしたら、これは同じ意味なのです。お父さんが出張に行ってきました。5歳の娘と8歳のお兄さんがいます。ショコレを 2枚ずつ買ってきました。で、遅くこれでも、もうお,お,お兄さんは朝早く行って学校に行きました。で、その妹はお,とお兄さんの引き出しを抱いて人をかけり、もう女,女の子はちょっと度胸が弱いので、ちょっとないので、かけら少し食べて。 入れておきましたお兄さんが来ました。チョコレートを見たらもう片方がなくなるのです。妹がしました。もう妹はお母さんと一緒に買い物に行きました。して妹の左で2つ全部食べてしまいました。2枚。それでサッカーに出ました。その 妹が帰っているとチョコレートがない誰がした技をお兄さんのいたもう,もうそのノートを全部破りましたお父さんが家に来るともうめちゃくちゃになりましたお父さんがどうすればいいのでしょうかあもうちょもう片方だけ ちょっと箸だけ食べたら箸だけ食べなさいそれが神様の言われる意味ですそれを分かると理解できました私がこれを話した意味は皆さん最近韓国の映画これから出る映画か上映中の映画か分かりませんが歯には歯で 目にはまや、あだを打つ映画あだをもう半殺しにするそういう。だから、この聖書の御言葉を完全に逆にそのこの世の中の式で適応するのです。だから今、皆さん。 ジョージ・ブッシュもそうですし、オサマ・ビン・ラーデンもそうですし、これを利用して戦争をしているのです。自分たちの立場、自分たちの欲を満たすために、神様の御言葉をもう曲げて使っているのです。わかりますか皆さんはぜひそういう人にならないようにな,なってほしいと思います。それは本当に正直でないことです。さて、だから、 私,が私たちに罪を犯したものを許したように私たちの罪を許してくださりという言葉はどういう意味かと言いますとあなた方が本当に霊的な許しあなた方人間としては不可能なそういう許しを私の愛神様の愛で息を受けて許しをパーッとした時その時何が出るかご存知ですか その時何が出ますかその時オキシトシンが出ます。その時は夫婦生活しなくても、その時はどうしてオキシトシンが出るのでしょうかそうですね。神様と私が一,一体となるので。はい。 私が敵を憎む時、憎んでた時は神様の意志でない。偽りの私が憎んでいます。誠の私は許したい。ところが、誠の私は許したい。その私は押されて偽りの私がその敵をその憎んでいたら神様と遠ざかります。遠ざかったら私たちは幸せではないし。 私たちは命の息を受けられないので、だん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 遺伝子が消えて、憂鬱症がだん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 ひどくなるのです。はい。さて、それで私が神様のその息を受けて、許してみるとき私たちは、みんな、精知識的に、 知っているものではなくその時こそ本当に、はあ、その命の生き神様の精霊の力が私に望んだら私としては不,幸不可能なことが私たちのうちに起こることができるということを知るようになるのですはいだから 私が信じたいけど信じれないというのは、まことの私と偽りの私と葛藤があるのでそうなのです。だから、私が信じられないからといって、神様がこいつ、まだ私を信じないのか、それで息をその命の息をくださらないとか、そういうことはありません。 わかかりますか神様は私のうちにあるとの私を作られた方でとの私は信じたいのを神様はよくご存知です。わかかりますかだからこの,の私が私は信じたいけど信じたいそのこ 心も実は神様がまことの私にくださったものですところが偽りの私がどんどん妨害するので信じたいにもかかわらず信じれないのですそしたら偽りの私が強い時信じたくても信じれないのですそしたら偽りの私が強いそういう状況はどういう状況でしょうか 私は憎んでいる。あまりにも憎ましい。もう殺したいほど憎いです。それを、その偽りの私を捕まえておくと、このマの私が語る話がありません。信じたいけど、マの私が、こっちがあまりにも敵をその殺したいので、そのマの私が許したい心が押されるのです。だから皆さん、お祈りが必要なのです。神様。 この敵を憎む偽りの私を主が変えてください。私に敵を愛することのできる神様の愛を私のうちに注いでください。それでその命の息を願う、そういうはっきりとした選択をしなければなりません。その選択が祈りです。だからその選択が 神様は選択の自由を与えた方ですから私たちがどういう形でもその選択したのをはっきりと表すまでは神様ははっきりとその確実に行動することができません私が選択もしていないのに神様がたくさん与えるとそれは正義ではありません強制となるのでまたですね皆さん死の力勢力サタン 悪魔の力、サタンが私たちを見ています。だから私たちが神様、私が許せるように助けてくださいとはっきりとした祈りをしない限り、サタンは何と威張りますかあこの人はいまだにあの人を憎んでいて許,さ許す思いは全くないと威張ります。私が 証拠を見せないので神様は私の心を分かります。許そうとする心は知っていますが神様は選択をはっきりしない以上はサタンが私のお前にはこの人は許そうとする心がないという時神様はその正義の によるよってサタンの言っているのは合っているんです。私がはっきりと選択の表現をしないとサタンのことは言って合うのです。だから神様の公正、正義のゆえに私たちを助けることができません。だから神様は私たちにお願いしました、願いました、求めなさい。だから求めなさいと言ったのです。だから神様私は。 力がいります。神様、助けてください。そうするとき、神様がサタンに見たで,ある見たでしょもう私はあの,人をあの人を助けることができる。求めた。そのとき、サタンは語るはべき話がありません。だからそのときから神様が皆さんを助けることができる。はじめ。 を持つようになるのです。はい。だから皆さんこのようにお祈りしてください。神様、先生の話を聞くと私が治るというのをはっきりしますが信じれません。そうですね。はい。ここ犯人一人いますここに。入さと良くして治って。 また,また再発みたいのが出るとああ、入札してもだめみたいだ、病院に行こう。で、病院に行ってもなんともないので、また気を取り戻してここに来るのです。もうどうしたもう恥ずかしそうにしないでください。<laughs> もう、テグの女性がどうしてそうしますかテグの女性は度胸があるじゃないですか。 さて、だから、皆さん、だから、求めなさい。だから、皆さんがお祈りを始めましたら、神様の番が来るのです。だから、助けることができるのです。私の話を少ししてみましょう。私が会った患者さんの話です。手順におられる方ですが、息子たちが牧師でもあり、 また、ある息子はもうお医者さんで本当に豊かな家庭です。大きな事業をしていた方ですが、その奥さんが,奥さんがアメリカにニュースサトに行きました。もうほんの心の病気にかかって、眠れずにもう胸がドキドキ、血圧はもうど,んど,んどんどん高くなって、薬を飲んでも,うもう落ちない、もう心のそういう病気になると。 もう治りません。旦那ががんにかかったのです。がん闘病していたり来たり2年する間、それが副社長が全部会社を取っちゃいました。後でもう旦那が死んで会社の状況がもう完全にもう副社長のものになっていました。怒りますか 夫が亡くなり仕事会社は人に渡ってこれは完璧に全部もう詐欺でもう自分で取ってしまいましたもう怒っても夫が死んだのもそうなのにそれで病院入院しても血圧が落ちますもう眠れませんそれでニュースサトに来ましたそれで神様の話を聞いてあ私が 許さないと私が生きられないこれはもう心の病気だ誰が私を完全に支配しているのですか偽りの私悪魔が作った私が私を完全に支配しているのですもう殺そうと思ってだから血圧を上げても眠れないようにして食べても消化がうまくいかない私的な私が旺盛なのです ここに、ニューサート、神様の愛の言葉が入り始めました。そしたら、消えていた、ほぼ死んでいっていた、まことの私がその生き返り始めました。そうだ、私は生きないと。夫が死んで、会社は亡くなって、私まで死んだら、もうあまりにも,もう悔しい、誰でも生きなければならない。 私でも生きなければならないその時私はこの講義をしましたそうするとこの方が家にいてかお祈りしてそれで4日目に私に来ました先生私血圧測ってみてください血圧測ったら正常ですどうしたことですか先生もうその人が肉 ありません完全に変わったのですその副社長が本当にもう本当に夫の中誠な部下でしたもう全みんな家族が副社長が好きでしたその副社長といったらみんな喜んでいました本当にいい人それで例えばそのコンサジ 副社長例えば、コン主張副社長ですが、みんなの家族がみんな好きで、子供たちも好きで、もう本当に徹底的にも信じました。だから、コン社長いたらエンドルフィンが出ます。それで、そういうのをシナプスと言います。コン社長を認識,すると認識する脳細胞とエンドルフィンが出る脳細胞と、 く,っつくこと2つの違う脳神経が接続するのをシナプスと言いますこういうのと同じです747母音の飛行機が飛んでいますが747ですねある子が飛行機乗らない時はうわー大きいもうエンドルフィン 出る必要はありませんところがお父さんがその一緒にその飛行機に乗ってチェジュ島に行ってもう楽しく遊んでうちに帰ってからはあの747イン見たらあの飛行機を見るだけでもうエンドルフィンが出ますだから脳細胞ももうシナプス脳細胞をつないだらそういう物質を生産する遺伝子があります その物質が生産されますと脳細胞同士がくっつきます。わかりますか石によってです。だから7747、もう、チェジュドお父さんの愛、その石によっていいつなぎができるのです。いいアクセスができるのです。皆さん、皆さんが例えば、もう、イエスさんのがんセンターに行って抗がん治療を 受ける前はあ私はイル一ん,んが好きだ。でもそこにアパートを買って行きましたが、イルでがん治療を受けたらイルに行きたくはありません。はい、イル一んという言葉を聞いただけでもあそれを条件反射と言います。条件反射も全部何で起こりますかシネプスによって起こります。シナプス。 だから、コン副社長と言ったら、いい医師の時は、コン副社長と言ったら、エンドルフィンが出ましたが、詐欺をされてから、コン副社長と言ったら、エンドルフィンが出ません。エンドルフィン、脳神経細胞とはもう離れました。それから、どういう脳神経細胞がくっつきましたかアドレナリン。だから、医師によってつながれるのです。 さてこの世になって許しこの世についている限りコンという音その音を聞いてももう嫌になりますテコンドーと言ってももう嫌になりますはいだからシナプス悪いシナプスが多ければストレスを受けることでもないのに私も知らずし私も知らずして潜在意識です スストレスを受けるのですでこの方が切にお祈りしました神様が望み見ましたもうこれからはもうこの社長いても恥知り恥知りをしなくなりましたこの脳細胞にシナプスができましたシナプスを決定するそのその神様がその命の息を送ってそのシナプスを 変えたのですどんな医者も私のシナプスを変えることはできませんだから誠のニュースはこの許しかなければなりません分かりますかだからその方が完全に血圧も落ちてその時からは本当にその方がもう本当にもう真実なキリスト教信仰者でしたが いくら40年50年教会行っても敵を許せなきゃったらそれは神様を知るものではありません。今だにわかりますかそれは皆さんが一度やってみたら私の話を認めることができるはずです。やってみられたらああ私が今だに教会だけ一生懸命行っただけで神様の力がどういうものであるかは今だに 体験することができなかかった分かりますかですから教会一生懸命言って許さない人は何と同じかと言った何と同じかと言いましたらスイカはとてもおいしいです青い色をして来たらもうもうそ,のそれ水がおいしいもうスイカをもう見てもう 来てはしましままたたが、ま、だ食べてみなかったことですスイカ食べてない教会員が90%です、はい。不幸にもそうです。それで教会に行きながら敵が多くなります。あの執事あのイデクい,いあの長老がでも教会に行きたくない。それは食べてみなかったことです。 スイカ食べてみなかったことです。そういう人たちがもう本当に多いです。だから教皇以外がもう腐るのです。本当にスイカ食べた人は喧嘩しません。わかりますかだから皆さんが ニュースをするためにこのに病気になってここに来られて神様の力で許してみてそこれに病気が治ったら皆さんはスイカを食べてもたくさん食べるようになりますこういうのを食べてみなさいわ分かりますか許しさえできれば病気がわ 治りますどうしてでしょうか偽りの私が完全にもう小さくなります。もう押されます。それで誠の私、命の私が再び生き返ります。それで先ほどのコリント第一四書の17節で言っているように外の人は腐敗していきますが、内なる人は日々新たにされるという 言葉を聞くときどういうことか分かり「ーメンという言葉が自然と出るのです、はい、ある建設業者ですがこの人が仕事に成功してお金を180億儲かりました。 それでソル社長という高校の同級がいましたがこの人は金社長です。金社長よりソル社長は金社長がいつも恨ましい建設業者、自分よりもお金をもっとたくさんもうもう1000億ぐらいもう稼いだ人です。 である日、ソウルさんじゃんが、金社長に、金社長は自分180億儲かった。そしたら、ソウル社長が来て、私が1500億ぐらいのワンの計画があるけど、あなた180億投資しなさい。誰と誰と、50億、50億、100億投資して、 1500億私が800億投資してそれでこの資金社長はソうル社長の力を能力を認めているので180億全部あげました貸しました投資しました分かってみるとソうル社長は女が女性ができて連れていて上海にそのお金を持って逃げました 分かってみると自分のお金とそル社長の自分の,もの金社長の100億を持って今までの話全部嘘でした怒りますかこの金社長そル社長と言ったらもうエンドルフィンが出ていったものがそル社,社長と言ったらももういやのシナプスが変わったのですそのシナプスは悪くにも変わりえまた良い方向にも 変わります。遺伝子によって決まるから。遺伝子が、遺伝子はこのようになることも、まあ、変わることもできるから。だから。この、ソウシャが、だから、その時からは。そのキムシャチョウは、ソウロングタンが好きですが。そのと、ソウ。ソウ、同じソウだから、もう、ソウロングタン食べたら、もう。 下すするのですだから私はこの潜在意識の中にこういう私の心私の意識の中に適応があると潜在意識に入って体に影響をそのように及ぼすのです遺伝子は何に反応しますから意思に反応しますからだからそれでこの人は上海にいてもう 捕ままえに行ななければなりません上海はその上に逃げた韓国人が多いらしいですで。それをまた捕まえる中国のマフィアがいるそうです。本当に面白いです。話を聞いてみますと、だからその捕まえてくれるお金が2億です。で、この人はお金がないので1億でその上海に行きました。お金少し <laughs> 少ししか持ってこなかったと言っても叩かれてそのまま戻ってきましたも,うものすごい叩かれてさて180億なくなってもう借金して1億なくしてそれでもう叩かれてもう病気になりますか、なりませんか立場を変えてみてを十分にもう心の病気にもう。 かかって余りがあるのですもう血圧をパーッと上げてもその時一番血圧が上がります血圧が上がても糖尿がもう悪くなりもうめちゃくちゃになるのです不眠症になったり皆さん薬効きません神様の精霊の力が苦しかありません それで病院に入院してもならないしそれで結局ニュースアートに来てこの講義を聞いて求めました神様に神様も信じない人ですが講義を全部聞いてみますと神様が存在しますそれでやがて求めました助けてくださいそれでその方も1週間の間お祈りして解決されました 私もそういう経験が何回もあります。その中の一つだけお話ししましょう。私のおじが、祖父がとてもお金持ちでした。ウルサンにも土地をたくさん持っていました。ウルサンも土地どのぐらい上がったか分かりますね。どれほど上がったのか。ところが私の 祖父がとても昔の方なので、調子だけが好きなのです。私の父は次男で、若い時、もう早死にしました。だから、調子、調子、そういうのに財産が全部いくのです。ところが、なぜか知りませんが、その祖父が。 私の前に土地を少しこうこう用意しておきました、残しておきました。それをとても後で分かりました。どのように分かったかと言いますと、私の前に祖父がしておいたのも知りませんでした。ところが、いつ分かったかと言いますと、ウーションの市長から手紙が来ましたが、公文書が来ましたが、 保証するというのです。5億です。5億も大きいですね。5億大きいですね。わあ、日本のお金で5000万円ぐらいですね。最近もお金もないのに、5億はもうどれほど大きいでしょうか。それで、わあ。その5億あったら、ちょっとああ、もう。 良さそうでもう気分良いそれで私はこのセミナーが来年1年計画が全部ありますで今うるさいいたりも仕事したりセミナーもしないわけにはいきませんだから誰かにお願いするしかありませんで私と一番親しいミスタークーがいます本当に幼い時からの友達です幼なじみですでその友達にお願いしましたそれで 人間証明それ全部あげたら自分が全部できるじゃあありがとうお願いするでその人はあんまり仕事もないしその友達はそれでお願いをしましたそれで私は忙しいのでアメリカ行ったりもう,もうオーストラリア行ったり韓国来たり行ったり来たりしていると4ヶ月が過ぎましたそれをここ この子から連絡がないのです。それで連絡すると2か月待ってほしい。それでちょっとおかしいようでした。それで2か月過ぎてから6か月後に電話が来たら電話を受け,ません受け取りません。森さん、その市長にいたらもうすでにずっと前にもう3か月ぐらい前に全部保証金が出ました。 後で分かってみたら、この友達さんラ、ラスベガスにいて全部お金を費やしてしまいました。わあ、本当に、もう本当にもう心がですね、<laughs> 怒ります。で、その夜ですね、寝ようと思って目を閉じたら、お金5億が行ったり来たりするのです。それでもうふん、もう悔しくて。 お金なくして、友達なくして、失って。で、今、活性酸素がもう出て、私の T リンパ球が死んで、もうめちゃくちゃです。皆さん、私が生きなければならないじゃないですか。神様を助けてください。お祈りしてもなりません。それでですね。 私があもう眠れないし皆さんそういうことを受けたらそれがどれほど苦しいのかわかります眠れないしですね血圧上がりますしもう苦しいですしそれがですねもう苦しかったらもう口がもう乾きます口が乾きますそしたら水をどんどん飲むしかありません水をどんどんその飲むのでも証便をしますただから 水飲んで、もう夜通しですね、トイレ行って、水飲んでトイレ行って、そういうことのも経験のある方々おられると思います。それだけではもう足りません。その反対もしなければなりません。それでももう死にそうです。ああミスター・クー、もうお金5億、ゴー・ もう考えないようにしようと思ってもそれできません。もう目の前にちらつくのでお祈りしてもならないのでそれでこの5億の思いをなくすために賛美歌をよどし歌うしかないそれで夜中一人で、ね、横になって天栄の明るい道が 私の前にあるそうしたら心にですねアルファファになるようです、はあそうだやっぱりやっぱり賛美歌を歌おうそれで一度やってまた二番目にやってもう もう眠れないでも行ったり来たり、もう小弁も行ったり来たり、それよりは三匹歌を歌う方がずっと優しい、だから心が落ち着いて、よどしい私が歌いました。それで、はあ、歌を7回半ぐらいしたようです。目をパッと開けたら朝です。はあ、精霊が望んで。 命の息を送ってくださってメラトニー遺伝子をつけてくださいましたスイッチオンしてくれました <laughs> はい神様ありがとうございますところが許しはなりませんでした許すことは <laughs> それで私は昼はいたりいたりも忙しいのでもうそ,のもう,そういう5億 が思い出されませんが、夜電気を消したらもう5億がちらつきます。神様に賛美します。その時は6回半ぐらいして目が覚めたのにまた朝です。皆さんそれを5日間しました。5日目に目をパッと開けたら神様本当に感謝でした。 だから私は朝お祈りしました、神様。それでもまだ許せません、神様。今、眠らせてくださって感謝ですが、今度は許すことさえなるようにしてください。助けてください。お祈りして。その次の日、朝、その夜、眠れます。 歌一度歌って眠りがけましたその次の朝もう許しが全部なっていましたあだからその当時にはその当時にはミスタークークークーさんですね私にもクーがあるじゃないですか私の名前もあんまりもう好きでは嫌でしたミスターのクーがい 考えたらもうエンドルフィンが出ます。神様がミスター・クーがそれに私のお金をその詐欺したので私が神様の驚くべき許しを体験させるようにしてくれたそのミスター・クー。だから私が今日皆さんの前にミスター・クーの話をしてもエンドルフィンが出るのです。皆さん皆さん。 この時私が神様と一つとなったのです。その時パーッとなるのです。オクシトシン。はい。わかりますかだから皆さんもぜひ許しを体験なさってください。だから、だから、このように。 ミスタークが私にしたこと、私が私たちに罪を犯したものを許したように、私たちを私の罪を許してくださいというのはあ、あ神様がミスタークを許したので、神様が私の 罪が許されたというのは間違いないというのを悟らせてくださったのですサンビですね。ね本当に素晴らしい神様 神様優しい私の。 優しい私の神様さまさんこのように許しのオクシートシンを体験しますとその許しが5億よりも いいということを確信することができます。これは体験しなければいまだに悔しいです。そういう体験はお金5億で買うこともできません。皆さんのお金でそ,のそういうのを体験できるようにそれはだめです。それは信仰によってのみなります。お祈りします。愛のお父さん 私たちが、到底私たちの力ではできない、許しをするようにしてくださったその力、愛を持っておられる、創造主の神様。私も、あきらめないで、あなたに、その赦しを求める、その祈りを、捧げさせてください。そして、 私の心の中に長い間閉じ込めていたその恨みの多いその敵一人一人許して釈放して出す私たちとなさしめください。そうしてその外なる人偽りの私私的な私がだんだんと腐敗するようにしてくださり敵を愛し 罪の多いところに恵みを増し本当に愛し抗議で正義であられるあなたの形あなたたちが形作ってくださって命的な私誠の私をだんだん新たに成熟させてくださって私たちの壊れた偽りの私が壊してしまった遺伝子さえもこの誠の私の新しい人として 新しい心理として、新しい善として、新しい美しさで回復してください。イエス・キリストの御名前を通して、心からお祈り申し上げます。アーメンさて、隣の人、励まして、回復するようにこうしてください。 시발 한꺼번에 합시다. 뭐또또 또 바꿔야 되잖아요. 한꺼번에 합시다. 예 예.